十中ごてないの。そう。残ってたらもう6センチ、7センチぐらい縮んじゃう。いや、おい、将来の愛やけんね、自分の姿と一緒やけんね。オリガゴテコシマ使えらんけん、もうちょっと少なかろうじゃん。どんどん縮めよう。いかんねえ。はい、やっぱ腰曲げるけん。腰は使わけんだろうね、余計身に多かっちゃろうね。ね、かがむ仕事も多かろうけど。おお、多かった。ごめんね、ありがとう。ダンプはどこに配置というか。家の方に。まさあきが足んなか。いや、もうマークの地に戻して。うん、よかつ。あの、まさあきかと油入れになったな。いくらかな。今いくらくらいだと。まあ、聞かないわからんね。なかなかの何もんね。なんか久々見た。そこが今年は5000円の花のものとしかも新品やけど。出てるね、よかったね。今こういう中が何と出てた期待してたっけな。1カ所だけ。今の木珍しくやったな。こう張り続けるめんこっとる。
なんかったここまで来るのがもう毎年あいや水浸し。いや大体ここ肩こったら大体一段高くて、大体水にようきぬとかさ逆に。今年はなんでか。水来たんだろ雨降らんと思ってさ。ああ。知らなかったまあ余裕かますことは。関係とさ関係と簡単に言う。半分終わりました。半分終わったかって今回が一番嫌なんです。確かここはまだコピーの範囲じゃん。あまりとなんちゃってもね、こやいいや、ちょっといくからチャレンジ。たぶんこの機械はね、肩がどうぞってあるけど、ちょっと肩がどうぞって、うん、ほらこっちはほら日の当たるだけじゃけ、ほら水切れよかったじゃん。ただ、あれ曲がらんやったけんかね。そうそう、あそこはほら、切りに行ったけんね。やっぱ足りやんか。もう半分かったもん。
送られると、うん、あら、まだここに来た、まだ貼られちゃうね、そこね。チーズを貼るの、はい、沈む。ひろみさんの持ってきよろしくなと思って。